あれデズルデズルデズルやってる？レッドあ、どっちも？あ、どっちも巻き添いやん、こっちデゼレミしか言ってないもん。デゼレミ笑ってるやん。デゼレミさ笑ってる。全然喜んでんじゃん、ね、デゼレミ悔しそうじゃないもん。デゼレミよっしゃよっしゃって思ってるもん。でも喜び抑えてるもん、ほら戸惑ってないもん、デゼレミだけ。デゼレミだけ喜んでる。喜んでほら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 堂々とデゼレミ喜んでるやん。デゼレミ笑ってるほらほらほら笑ってるやん。デゼレミお前味しめてるやん。トッテナムの監督はさ、多分モチベーター要素あるから、そう多分いた方がいいよ。そういた方がいいんだよ、ね、デゼレミは戦術感として上いた方がいいよ。そうほら相手監督は激おこやん。相手はそうなんで俺が退場せなあかんねんって思ってんのよ。デゼルビーええでやばいな。デゼルビーいやデゼルビーやばいなマジでいや選手みんなどう思ってるんだろうね、うん、いやえこれでさデゼルビーは何上いけんの？これレッドもらっても当日でも。いや当日は多分会場から出ないといけないからね。えそうなん？確かじゃあダメじゃん、うん、あテレビで見たいってことじゃあ家後ろあじゃあ家で、うん、家でスポ TV 直してる。あスポ TV 直してるね、うん、確かにチェルシー戦のこと考えてる。考えてるかもしれない。上行ったからね、うんうん、オーカーフィスさん元 Vlog さん、はい、1000円ありがとうございます。ありがとうございます。なんだこの試合酒が進むぜ。いやいやブライトンそもそも酒進むから、ね、そもそもおかずなのにそうとんかつにソースかかってんのに。そうもっとソースかかっても、ね、マジでデゼルビ退場とかもうなんかタルタルソース追加みたいになってる。タルタルだよ本当に